阪神、大山に4年16億、これについて、阪神が国内フリーエージェント権を今季取得した大山雄介内野手に対し、4年総額16億円規模の大型条件で残留交渉をしていることが4日、明らかになった。日本シリーズが終了し、FA 権を行使できる手続き期間が5日にスタートする。大山は代理人と契約したことが判明。球団は宣言残留も認める方針で、流出阻止へ、誠意を尽くす。そんなに出すんか。まあ人気あるからな。引き止める気があるなら、それくらい出すだろ。でも、その金あるなら打てる外人取るわ。青柳ポスティングの方がビビるわ。数字だけ見たらそこまで金額出す選手ちゃうやろうけど、出さなかったら出さなかったで、周りから叩かれるやろうし。今 2.8 億やから、それくらいは出すやろ。去年、無駄に倍増以上にしたのがアホやったな。しかもと FA ちらつかせれば、5億くらいに離るんとちゃうか。ベイスターズが無駄に CS 長引かせたから、巨人金余ってんだよな。ダイキングイノスガノまで消えるし。巨人に行かれたりしたらフロントのメンツ潰れるからな。これでダメなら仕方ないって、ファンに納得させる金額を提示しないと。誠意見せすぎだろ。この破格の条件で出ていくなら、しゃあないわ。シンスケットに期待しよう。巨人以外に声かけるとこあるんかこれ。前半がおかしかっただけで後半は、打ってたしまえよ。金があるなら使え。大山に16億って、すごい世界やな。菅野の年俸そのまま回せば、ええだけやしな。大山に4年16億出せるの、阪神しかないやろ。これまでの功績含めれば、まあって感じ。総額16億も出すならもうちょい、球団も、大山擁護してやればいいのに。